皆さんこんにちは。この動画では STM32 製品の製品ラインナップをご紹介いたします。こちらが STM32 マイコンの製品ラインナップです。 STM32 は ARM Cortex M をベースとしている 32bit 汎用マイコンです。ハイパフォーマンスプラットフォームはクラス最高のシステム性能や高集積大容量の内蔵メモリー、先進的なペリフェラルにも対応しています。メインストリームプラットフォームはモーター制御から複雑なデジタル電力変換の設計、リアルタイム制御アプリケーションなど幅広くサポートをしています。超低消費電力プラットフォームは ST 独自の超低リーク電流技術と最適化された電力効率からなり、性能、電力、セキュリティおよびコスト効率をバランスよく提供いたします。STM32 ワイヤレスプラットフォームはマイコンと無線トランシーバーをワンチップに集積したシステムオンチップです。サブギガヘルツおよび 2.4 ギガヘルツそれぞれの周波数帯に対応する2製品をご提供しています。また STM32 マイクロプロセッサーとしてデュアルアームコアテックス A7 とコアテックス M4 を搭載した STM32MP1 もご提供しております。すべての STM32 製品は最低10年の長期供給保証がされていますので、ご安心してご利用いただけます。次に STM32 の開発エコシステムのご紹介です。STM32 キューブソフトウェアパッケージは、ペリフェラルドライバーやミドルウェア、アプリケーションサンプル BSP が含まれており、製品の機能やペリフェラルの活用に貢献します。STM32 マイコンでは、各種エバリエーションボード、ディスカバリーボード、ニュークリオボードを提供しており、弊社代理店やチップワンストップよりご購入可能です。開発環境としては、無償で提供している STM32 キューブ MX、キューブ IDE、キューブプログラマーの他に、パートナー製統合開発環境をご利用いただくことも可能です。STM32 キューブ MX は、初期化コード自動生成ツールです。周辺機能のピンアサイン、クロックの設定やレジスターの設定を視覚的に進めることができます。これらの設定をもとに C 言語による初期化コードを生成したり、消費電力の見積もりをすることも可能です。本日ご紹介した STM32 マイコン、マイクロプロセッサーの詳細や各種ソフトウェア、ツール、その他の情報については、STM32 マイコン専用ウェブサイトから入手可能です。会員登録していただくことで、コンテンツ類の自動更新通知や、日本語トレーニング資料のダウンロード、セミナーへの参加申し込みが可能ですので、ぜひ一度ご覧ください。以上で STM32 製品ラインナップのご紹介を終わります。ありがとうございました。